さあ今回は国際関係の変化というところをやっていきましょう。さあこの当時の日本と外国との関係というのを見ていきます。でまず最初なんだけど、これはねアメリカと結んでいた条約なんだよね。どんな条約だったかっていうと、アメリカ軍基地を日本に駐留しても OK ですよっていう条約なんだよね。でこの条約が1960年に改定されたんだよね。じゃあまずこの条約なんて言ったかっていうと、はい、日米安全保障条約っていう風に言ったよね。はい、もう一回ね、日米安全保障条約っていう風に言って、これは1951年にサンフランシスコ平和条約と同時に結ばれた条約だったんでね。でこれが改定されたよっていう話なんでね。じゃあどういう風にこれ改定されたのかっていうところを押さえておいてほしいんだけど、これが次の行ね。日本国の領域でいずれかが攻撃された場合、最後の部分、共同で対処しますよっていうことが取り決められて、この条約っていうのがそういう風に改定されたんだよね。なんかあったら何アメリカと一緒に戦わなきゃいけないのっていう感じだよね。で実際にそういう風になってしまって、これ日本が戦争に巻き込まれるんじゃねえかってことで反対運動っていうのが激しく起こったんだよね。はい、まあ、そんな出来事がこうあったんだと。日米安全保障条約が改定されてしまって激しい反対運動が起きたよっていうことなんだよね。はい、じゃあ続いて次見ていきましょう。はい、今度はね大きく分けると3つ押さえておいてほしくて、でこの3つ首相が全部同じなので、佐藤栄作っていう首相がいるんでね。でこの首相がやったこと3つっていう形で整理しておくといいかなと思います。でまず1つ目、1965年、韓国と国交を正常化します。韓国と国との関係を取り戻したと。韓国との関係を取り戻したよと。でこの時結んだ条約を何と呼ぶかっていうと、はい、日韓基本条約というふうに呼びます。1965年、韓国と国交を回復したよ、正常化したよ、これを日韓基本条約っていうふうに呼ぶんだと。まず一つしっかり覚えましょう。韓国と国交を回復したんだよと。でさらにね、この7年後、1972年にアメリカにずっとね支配されてた場所が日本に返還されます。さあこれがどこかっていうと、はい、沖縄が返還されます。ようやくここに来て沖縄が帰ってきます。ずっとね戦後1945年からずっとアメリカに占領されてたけど、ようやく日本の領土ですよっていうのを認めてもらえたと。でただね、みんなもね分かる通り、アメリカ軍基地は、まだ沖縄にはたくさん残ってるよっていう状態なんでね。はい、でさらにもう一つ、佐藤栄作首相が、発表したこととして、なんちゃら三原則っていうのがあるんでね。でこれ何かっていうと、はい、非核三原則っていうふうに言います。核兵器に関する3つの原則っていうのを発表するんだけど、これを非核三原則っていうふうに言ってるよね。じゃあこの3つ何なのかっていうのを必ず押さえてください。今必ず押さえてね。はい、じゃあ1個ずつ入れていきましょう。まず核兵器を、はい、持たず、核兵器を持たず。次いきます。はい、2つ目、作らず。 OK ですか。核兵器を持たず作らず。でラスト3つ目いきましょう。これが、はい、持ち込ませずっていう、この3原則というのを出します。核兵器を持たず作らず持ち込ませず。 OK、 リズムで覚えよう。持たず作らず持ち込ませず、必ず今押さえてね。でこれね、適当に覚えるともう変なこと書く人いるから、もう最後の持ち込ませずとかね、ちゃんと覚えないとね、わけわかんないことになるので、必ず非核三原則押さえておいてください。で佐藤栄作首相がやったことこう3つ、しっかり整理して押さえておきましょう。はい、じゃああともう一つね残りなんだけど、中国との関係なんだよね。それを見ていきたいと思うんだけど、はい、1972年の出来事、さっきのね沖縄返還と同じ年なんだけど、なんとここに来てようやく中国と国交を正常化します。田中角栄首相という人物が、ここで中国との関係を取り戻します。でその時に出されたもの、これ必ず押さえてください。これを、はい、日中共同声明というふうに呼びます。中国との国交を取り戻したよ、それを日中共同声明というふうに呼んでます。はい、でこの時ね、中国からね、仲良くなった証としてこうパンダが送られてきたりとか、まあ、当時ねパンダって言ったら結構物珍しいみたいな感じで、動物園にね多くの人がこう押し寄せたなんてこともあったんだけど、まあ、そんなことがあって、まあ、これからは仲良くしていこうよと、国交回復していこうよっていうことが発表されます。でこの6年後、
これ中国と国交が正式に回復って書いてあって、もうねこれからはお互いでちゃんと平和を目指していこうよっていうことを約束する条約なんだけど、さあこれを何というかっていうと、はい、日中平和友好条約っていう風に呼びます。 OK ですか？少し長めです。日中平和友好条約っていう風に呼びます。もう日本と中国で、しっかりと平和を目指していこうとか、まあ、経済的にとか文化的にとか結びつきを強めていこうっていう条約なんだよね。はい、なのでまずここで国交回復して、でさらに仲を深めるよっていうので出されたもの、それが日中平和友好条約なんだと。はい、ということで今回ね条約とかね出てきているので必ず今回で押さえていきましょう。